はい、どうも皆さんこんにちは、ビエラです。ダブルバトルの世界大会優勝経験者がシングルバトルをやってみたらどうなるのかということで、シングルバトルにね、しっかりと殴り込みをしに行くという動画になっております。ミリンダさん、対戦よろしくお願いします。以前 P スポーツという番組で僕のシングルバトルをね、多少お見せする機会がありましたがね、それ以降特に、まあ、お見せする機会がなかったので、まあ、これ以降もちょっとシングルの環境を調査していけたらなと思っています。まあ、目標はレート、まあ、2100いこうかなと思ってます。まあ、2000も多分きついと思うんですけどね。はい。まあ、このパーティーね、まあ、困ったらテテフ、カバリザを選出しておけばいいということはちょっとね、分かってはいるんですけれども、まあどうしましょう。これ迷うな。カバは結構いけそうな雰囲気ありますね。テテフ、カバリザか、これ。微妙なところだな、これ。フェローチェね、フェローチェ苦手だな。ドリュースもバンギラスもカバルドンできるでしょ。ナットレイきついからね、リザードン出していくとして、これでいきます。よろしくお願いします。おっと、お相手さん、フェローチェということで、これはいい感じなんじゃないでしょうか。まあ、僕のカプテテフ、スカーフを持っているので、まあ、フェローチェに対しては、まあ、上を取れると。いうことなんですが、まあ、スカーフ・フェローチェがシングルの環境に存在するのであれば、まあ、それはとてもまずいんですけれども、まあ、バンギラスに交代してきてエスパー技を無効化してくる可能性がありますよね。まあ、あるね。でも僕のカプテテフちょっと、まあ、シングルの上位勢に馬鹿にされる可能性はあるんですが、ちょっとフェアリー技を切っていて、はい、G1 ボルトを入れているんですけれども、まあ、この理由としてはね、ちょっと以前、まあ、ドヒドイでテッカグヤの並びに、まあ、ちょっとカプテテフ、スカーフなため、いい感じに勝てなくてボコされたので、まあ、ちょっと意表をついちゃおうかなと思っちゃいまして、はい。まあでも、フェアリー技ないので、まあ、最後キネス打ちます、とりあえず。トンボ返り。これスカーフですか、これ。スカーフじゃないですね。これ、陽気フェローチですね、これ。なるほど。シングルは陽気がいるんですね。まあ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 。このコケコ、スカーフだったらきついな。もうスカーフがとにかくきついっていうね。まあ、バンギドリューズ選出じゃない予感がしますよね。この2体見えた段階だと。まあ、あくまでサイコキネシスを連打していく。OK です。まあ、今の感じだと、まあ、相手視点ではカプテテフのスカーフが判別できなかったので、まあ、これは決まってもおかしくはないと。ここで、ここでどうするかですけどね。まあ、どうせ抜かれているので、まあ、ビーストブーストされるにしても、とりあえず、まあ、倒されるしかないのか？カバルドンに交換してるときに、レートビームとか打たれても困るので、まあ、とりあえず数と質を優先してカプテテフを一応、はい。飛び膝蹴りできましたか。はいはいはい。一貫を狙ってきましたね。まあ、ここ避けてればかなりイージーだったんですが、はい。まあ、フェローチェね、さすがにあれで倒せるんじゃないですか？ニトロチャージで。どうですかね。いや、いけると思うんすけどね。まあ、まあ、いけるんじゃないかな。まあ、スカーフドリュースとかはありますか？型破りスカーフドリュースみたいな。バンギラスと一緒に入ってるけど、実は砂かきじゃないです、みたいな。まあ、とりあえずニトロチャージいっときますか。まあ、フェローチェにさすがに、ビーストブーストが素早さなので倒される可能性はないと思うんですが、メザイワぐらいですか。まあ、メザイワよくね？リザードンに対して意表がつける。
しっかりとここで倒して勝利を掴んでいきたいところですけれども、まあ、裏目はちょっとよくわかんないな。飛び座、OK です。まあ、でもこれニトロチャージで倒せなかった場合、秘宝すぎるごとに、まあ、上を取れないので、さすがに倒せていく。はい。まあ、シングル、今のところ僕の実力では、その相手の型がわからないというのがかなり多く、オドリウスじゃん。差がわからないので、まあ、勝率が安定しないっていうのはかなりあると思いますね。やっぱり、まあ、ダブルでもそうですけど、環境にどういう方が存在していてどれぐらいの確率で考慮するのかっていうのはかなり勝率に影響してくると思うので、まずそこから学んでいくっていうところからですかね。やっぱまあ、とりあえずプレイしてみるでしか成長は難しいかなと思っていて、ダブルバトルもそうですけど、とりあえず触ってみたら、なんか、触っていく中で分かんなかったことが、まあ、ちょっとずつ分かり始め、なんか相手が使ってきたこの戦術がな、え？嘘やん。ひどいやん、これ。ま？勝ち確すぎて、ドヤ顔でめちゃくちゃ語って、やってる時なんか急に即死したんやけど、ま、これまあ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 シングルでは、まあ、角ドリルや絶対レードも考慮しないといけないというところで、はい、これを学びの一つになったかと思います。はい、というわけでお次の対戦相手はももさん、よろしくお願いします。ユクシーが入っていますね。まあ、ユクシーといえば、まあ、クレセリアと比べて、トンボ返りやあくびなどの技が使える。ステルスロックも使えますか？ダブルバトルで言うとあくびとかトンボ返りかなと思うんですが、ステルスロック負けそうな顔してますね。まあ、シャンデラもダブルバトルでは見ないポケモンになってきましたが、最近では。結構シングルでは、上位入賞者もちょっとシャンデラ採用してた記事があったので、まあ、シャンデラいけるんやなと思って、ちょっと感動で涙が出そうになったっていう裏話があるんですけど、これは何が正解なんだ？まあ、正解なんてないね。うん、きっと正解なんてない。いや、正解はあるな。さすがに正解あるわ。キノガッサちょっと、なんかね、キノガッサに頼りがちなんですけどね、僕。困ったらキノガッサみたいなことをよくしていて、まあ、シャンデラ来てもエアスラッシュあるんで、2発で倒せるでしょう。ちょっと待って、これ、まあ、リザード行っていい？これ。リザード行っていいか？これ。カバ行くか？カバちょっとバカか？カバはバカな可能性あるけど、ミミッキュに対してちょっと厚めで行きたいみたいな、その厚盛思考で、ちょっと、出してしまったが、ちょっとカプブルルとかに対して、うまく、まあ、リザードンとかをね、ちゃんと立てていくか残していくか、まあ、テテフの圏内に入れていくなど、ね、はい、来ました、これ。バーチコリと、初手リザードンで、カプブルルに対して圧力をかけていく形となった。これは非常に良いスタートだと言えるが、さあ、これはまあシャンデラが来るだけだと考えていて、はい、それに対してエアスラッシュがぶち刺さっていくという構図になっております。はい、これ決まった。ハイランドロスね。まあ、なんかちょっと損した気分ですね。なんだか損した気分だな。シングルのランドロスはスカーフいますか？まあ、でも、まあ、シングルマジでわかんねえけど、まあ、ランドロスというポケモンがスカーフを持つっていうのは、なんだろう、ランドロスの種族値や技構成などを考えても、まあ、当然のことであり、まあ、確実に警戒した方がいいと思われるレベルではある。まあ、とりあえず、直気でないことは分かった。で、耐久が全然硬くないっていうことも分かった。ブルル、ランドロス。で、まあ、多分シャンデラがいねえ。これは、シャンデラがいねえ。
先発ブルルやのにシャンデラいねえんか。リザードン全然ケアせえへんや。まあこれはね、まあ、トンボでブルルアーされてってなるのはかなりうざい。トンボでこっちがカバ投げてトンボ出し、トンボをされてブルルが来て、でカバルドンがリザードンに引いたところで岩技を当てられるのとこまで見えた。そこまで見えた、普通に。そこまで見えたが、どうする？そこまで見えた上でカバルドン行くか。ちょっとイモった。ちょっとイモったこれ。イモったな、普通に。まあ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 、ブルル来たら手手投げることにしましょう。岩技対策で。うん。手手を投げるわ。ガセグージ。はい。トンボじゃなかったんで、これはかなりね、まだマシですね、これ。ここでシングル特有の僕のわかんねえ問題があって、カバルドンのあくびという技をどう捉えるかっていうのは結構僕的に難しくて、はい。まあ慣れない戦術なので、まあ、そこら辺のその技に対する理解とかもちょっとこれから深めていかないなと思っていて、はい。ここで押すべきなのは氷の牙押していいか。ランドラス引くよな。うん、あくび、ブルル出てきてあくび押してた場合どうなるんや。ブルル出てきてあくび、まあまあまあ、その時リザードに変えればいいんか。叩き落とす。叩き落とされたな。突っ張ってきたな。はい。はたき、岩石、地面技で、トンボだったら結構ね、結構うざいですね。まあもう一回あくびいっときますか。はい、ステルスロック、なるほど。まあ、シングルのランドラスは結構ステルスロックのイメージはありますね。なんかステロ大爆発みたいな、そういうね、いらないことをしてくるイメージはありますね。まあ、これで一旦ね、ランドラスに対してまあ、バチコリといけるようになったので、まあ HP は飛行化しますが、リザードンぶん投げてもいいかもしれんが、リザードンここで投げてゲンガーとかを合わせられるとちょっときついんか。まあいけるでしょ、いけます、いけるので、リザードンからいって、ここはニトロチャージで倒せるんじゃないんか。ブルルが、まあ、スカーフではないっぽいから、まあ全然いいんやけど、うん。草が消えて、もうニトロチャージ多分倒せんな、さすがに。これは倒せんやろ。わかるわかる。完全に理解した。もしかしてこれリザードン投げる必要なかった説あるな、普通に。にわかさらした、もしかして。かっこいいんで OK でしょ。はい。かっこいいんで OK です。ブルルーが来て、まあ、初手であのビビり方は完全にスカウじゃないと見せかけて、なんかもう一回出てきちゃったんで、ほんと何考えてるのかわかんないんだけど、普通に動いてきた。直帰とかなんかタスキとかそういう方存在する？しないね。これしないね、君。まあまあ、さっきの試合、まあ、ね、あの、角ドリルか、なんか地割れかなんか知らないけど倒されたんで、まあ、今回の試合はちょっと勝ってね、あの1勝1敗構成で動画を出したいかなと考えていて、はい、考えているので、まあ、これはまあ勝った、さすがに。これは対ありだわ、これ完全に OK です、ありがとうございます。ということで、まあ、シングルの動画ね、これからビエラシングル研究日記として
世の中に送り出していきますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、次の動画でお会いしましょう。